それから最後の連携連帯というキーワード、はいはい、これはどういう思いで掲げられたんでしょうか。これはね、前僕がその勤めてた工場が非常に閉鎖的だったんですよ、はい、で、儲かってる時代は良かったんですけど、はい、いよいよそのやばくなってきた時にこう周りにね連携がなかったがゆえにもうニッチもサッチもいかなくなっちゃう。例えば横のつながりがあればちょっと仕事回してよとか、はいはい、逆に忙しかったらちょっと手伝ってよ、お客さん紹介してくんないとかね、連携があれば言えたんでしょうけど、全くそういうのがなかった、はい、だからもう本当に仕事が細くなってきたら、辞めるしかなかったと、じゃあ、ね、ミナロという会社にした時はその真逆をやろうと、教訓を生かしてみんなとつながろうと、いうのでもう本当に業界も業種も年齢も性別も立場も何にも関係なく、はい、とにかく面白そうとかね、ものづくりとかね、地域とかいうキーワードでつながりそうな人もどんどんつながろうとやってきましたね。ちなみにこの連携連帯で、うん、形になった取り組みとか、はい、こう現れっていうのはどういったことがあるんでしょうか。これはね、本当いろいろやりました。はい、いろいろやったけど、まあ、世の中の人が認めてくれた一番の成功例は、駒大戦という取り組みでしょうね。はいはい、あれは何年になりますでしょうか。2012年。そうです。12年からやってますね。これはやっぱこう根底として連携連帯、こう一社だけじゃなくて、中小企業、製造業、町工場全体として、はい、取り組むイベントとしてスタートされたと、うん、そうですね。設立当初の思いっていうのはどういう思いだったんですか。やっぱりこう助け合いたいという、うん、助けるっていうとなんかね大きなお世話みたいなこと言われちゃうんで、うん、そういう考えではなくてね、うん、なんと言ったらいいかな、まあ、例えばそのミナロがね、うん、1回はもうリストラされた従業員たちが起こして10年間、はい、でその間にその例えば B2C やったらこんだけ売り上げ上がったよとか、情報発信したらこれだけメディアに載ったよとか、じゃあそれをミナロ一社じゃなくて町工場全体でやれないかなと思って考えてこう始めたわけですよ。最初は本当にね、単純に俺がやりたいからやっただけなんですよ言うならわがままで始めたようなもん。でもその掲げた旗印というか目的が皆さんには面白く見えたんでしょうね。あ、なんかここに行けば仕事が増えるんじゃねえかとか、友達が増えるんじゃねえかとか、面白いこと起きるんじゃねえかとか、でこうわっと集まってきていただいて、今もう世界中になりましたけど、当時はまだ日本中ですけどね、日本各地の人たちが、地元で開催してくれたりとか、もう自分たちがその実行委員になってやってくれる、自発的にそうそう実装し始めたわけですね。そうです、そうです。そうするとやっぱり地方でもそのメディアがねそこを追っかけて、でも本当地域のヒーローになってる町工場のおじさんも結構いるわけですよ、はい、幼稚園に呼ばれて講演したりとかね、いっぱいそういうのがこう出てきてくれたっていうのが、まあ、成功というかね。なるほど、うん、で普通に考えたらですよ、こうやっぱ自社でうまくいった、うん、まあ、ノウハウだったりとか、うん、こう体験ってやっぱこう他社にこう知られたくないとか、うん、どちらかというとこれは自社のノウハウとして囲い込もうっていう考えも一方であるわけじゃないですか。その公の精神っていうのはどういうところから来てるんですかね。隠したところで大したことじゃないしね、やっぱり楽しいこととかなんか良さげなことっていうのは共有した方がいいと思うし、特に日本今のっていうかこれからの日本っていうふうに考えたら、人口減少が始まってもうやばい国になってるわけですよ。その時に日本人同士の中でね、隠して自分だけ儲かれりゃと、自分だけ長生きすりゃいいやみたいなことを言ってちゃまずい時代だろうなっていうのは思いますけど、ただそこまで考えて行動してるわけじゃないです。もう自分がこうしたいからやってるというだけで、はい、ね、当時こうしたいという思いからスタートして、うん、ね、今やもう本当に150箇所以上、もう3000社以上なんか、ね、今年間50場所やってますから、駒大戦も何年目5年目、はい、でも300場所以上やってんじゃないのかな、
また2015年には世界駒大戦という7カ国参戦するという本当に大きなムーブメントになってきつつあるんですが、今振り返るとどういう効果があったというふうに感じられますか？町工場の人たちがつながるきっかけとかイベントっていうのはねなかったと思うんですよ、今まで日本の歴史を振り返っても。これだけ町工場の職人同士がね、地方にいながらも友達になったっていうのは駒大戦の効果だと思いますね。駒大戦をやることによってどれだけ市場経済効果が生まれたかっていうのかと、この計算の方法がねいろいろあるらしいんで、で僕も一回チャレンジしたんだけどちょっと無理だと思ってできなかったんですけど、まあ、例えば、ね、世界駒大戦一回やるだけでもその開催費用が2000万かかって、でそこに来る人が6000人いて、6000人の人があそこに来るまでの渡航費、来て食べる昼食代、はい、でお土産代もろもろ考えたらまたプラス何千万になるわけですね。でひょっとしたら億、はい、単位でそのイベントを開催することによってお金がこう使われるわけですよ。そういうふうに考えて年間50場所で6年間ったらものすごい市場規模だよね、はい、でこれが町工場の親父がこう言い出したことでねそれができたっていうのは。実際にこういったイベントもスタートされて、ある意味こう一社、点っていうところから横がつながって線になって、今やもう面になってこう広がっていってるかと思うんですが、やはり経営観という観点においても、こう何でしょう、一社だけとかじゃなくて全体でこう底上げしていくみたいな意識っていうのはやはり大事になってくるんでしょうか？大事でしょうね。もう特にもう一社じゃやっていけないでしょ。もう何からかにまでね全部一社でやるっていうのはもう時代もそぐわないし、多分そういう会社がどん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 こう淘汰されてきたじゃないですかね、今までね。つながりを持てなかった企業が淘汰されてきたと。究極に残るのはもう貢献できてるかどうかですね。いろんな意味でね、従業員への貢献でもいいし、地域の貢献でもいいし、業界への貢献でもいいし、その貢献できてる会社じゃないといずれ世の中からはいらないよって言われちゃう。